前かわいいね。オッケーに。ナシャーガーさん。戦いに行こう。はい。ホリボット。ホリボットは弱いですからね。ナシャーガーさんは強いけど、経験値いらないと思うんだよね。この状況。ホリボット。経験値を求めて旅するべきではないと思うので、お前も怖くないのにしばらく出てくるな。でも何のあれもないぞ、危機感もないぞ俺は。よし、785ギタンポッチ。話の種、いや、いらん。これで事故るのが嫌だ。むしろよし、行きましょう。よーし、もうすぐクリアだぞ。ほんとか？よし、解除。それ何なんだ？なんか意味あんのか？自爆だね。よかった。そのまま戦わなくてよかった。自爆の、お前それを押そうとするな。危険だから、その。これは危険なんだ。押そうとすな。何してんだ、マジで。どこ行こうとしてんだ、お前。いや、マジで、そういうことすんの。別の部屋行っちゃわないでよ。わけわからん。わけわからん。何してんだ、マジで。やめろ。迷惑だ。そういうことすんな。よし。何してんのこの人。いや、そう。やめろって。バカ。もう、めんどくせえからやめろよ。もう死んどけ。発狂が爆発した。それでいい。よいしょ。エアボーグ。この18が結構効いてんのよ。あの、バトカンが結構効いてると思うのよ。どう？そんなことない。バトカン結構いいと思うんだけどね。倒すあいつ。いや、もう最後までこの投資は守り抜くぞ、絶対に。もうそれさえできてればもう絶対に勝てる自信あるから、俺。今んとこな。今んとこは勝つ自信あるよ。あと一個投資が出たらもう勝ち確だと思ってるくらい。ほんと投資が重要なんだよ、きっと。きっとな。知らんけど。この後、どういうのがマッチ構えてるのか知らんから。確定的なこと言えないけど。なんだ、ここのマップマジで。やめて。25。もう全然ダメージ上がんないのに。レベル上がんのに。大したことねえわ。スンスンスンスルルーン。話の種よく出るねえ。もし解除。エスカルゴンはちょっと怖いから。エスカルゴンのこと考えながら、つい振らないといけないからな。マジか。早いから。水がめくらえ。水がめがあればなんとかなる。ほらよ。はい、ザコいいね。水がめ来てよかったよ。え、ちょ、怖モンスターの罠っていうあの名称がちょっと怖い。やめてほしい。お祓いが来た。あ、そう。お祓い持っとくか。まあ、呪い解除できるっていう意味じゃ。つけても良くなったな、これで。いる？成仏の釜いる？何がいるんだろう、この後。そもそもわからんだ、それが。
食い物。一応カエソも食い物。食い物には困っとらん。今のところ。よし、解除。よし、解除。絶対にこれは守らなくてはいけない。もうこいつに接敵した時点でやばいから。まあでもいっか。はい、じゃ。投げる。ついてるところで当たったな。はい。終了。強い。なんだ君は。なんだ君は。ダン。くそ。チキショウ。お前なんか怖くねえぞ。あれ一発。あ、そう。10ダメージだったのかな。ケイケイケイ。よし、もう行きましょう。誰ですか。サメの人。よくわからんサメの人。未だによくわからんっす。意味がわからん、マジで。何しに来たんだ、お前。これで2000もらえるならボロい。もうなんかこんな経験値になってて2000とかじゃ全くレベルアップしなそうな気がするな。ここから草受けの杖で幸せそうが来たら熱いが、そんなの必要ないよね気はしている。374ですぞ。これなら最後までいける。ここまで来て死ぬわけにはいかん、マジで。いやマジでここまで来て死にたくねえ。だからこそ投資は絶対に死守する。お前かい、お前もかい。どうしよう。どうやって、まあ、とりあえず一旦倒すか。これでいいや。キャンドラ怖くねえわ。何が怖いのこいつ。逆にやっぱなんか、なんだっけ、魔法跳ね返す盾、なかったらめちゃめちゃやばいんじゃないこのダンジョン。そんな気すんだけど。パラフォナアンテナは98回で出てきたら持ちます。97回ぐらいで出てきたら悩むぐらいの感じでいこう。やる気ないですから、あんな。城を作りたいわけじゃないんですから、今俺は。意外と丈夫だな。この俺の攻撃力を。3回も耐えるとは。食べる。ゲロ。ゲロじゃん。爆破使わんだろう。使ってこう、もうめんどくせえから。いろんなとこで。ここで使うわ。早速置く。あー1500ポイント。大したポイントでもねえわ。なんだ、何の音。なんか謎の音が鳴ったような。まあいっか。なんかめっちゃ並んでるから撃ちたいな、かまいたち。とりあえず一回だけ打っとこう。いや、もう一回打ちたいわ。いやー、それは、あれというものか。なんか踏んどるの。四股踏んどる場合か。どっちかっていうと、デブータの石の方がこう持ってた方がいいかも。お前はいいや。お前はいいや。それほど雑魚なんだけど、あいつ。大丈夫だ。さっぱり効かん、そんなの。すぐ回復する、そんなの。ふーんだ。鈍足。あ、もうそもいらん。なんか来てる、誰？ラシャーガか。力の腕はなかなかいいぞ。ちょっとやめてほしいな、このタイミングで来るのは。どうしよっかな。
火柱。火柱じゃないか。いや、火柱。あー、そこはそうなるんだ。ここで吹き飛ばしよう。吹き飛ばし。あそこで死んだの。ああ、そこで止まるんだ。吹き飛ばしやっても。そうなんだ。それは知らなんだ。これは拾った方がいいよな。持てるものはない。大砲の弾とか、帯に入れとく。あ、前たちもあんま使わないと思うから。表は開けとこう。力の腕は、はい、装備。呪われてません。この音層も一応持っていきましょう。いや、使わないから、使っちゃおう。おー。エスカルゴンか。今や、ドラゴン層じゃ敵が倒せない時代だな。ちょっと待って、今、力、あ、よかった。力を解除したのか。何してんの。無駄に罠とか踏むな。おにぎりがあります。食べます。よし、一本集中。あと4分の1まで来ました。うわ、やばい。こいつは今までのより強い。麻痺の人ってか、ぶっ飛ばしマシーンだよな、こいつ多分。やばいわ。こいつの存在忘れてた。麻痺になったらちょっとやばいかも。なんかちょっと杖とかで、火柱とかで、どうかな。1,2,3,4,5。5マス行くんだよな、確か。行かなかったらどうしよう。使ってこう、ちゃんと火柱を。なんかさっき使わなかったっけ、火柱。違う火柱を。あったあった。ドガガーン。ドガガーンって言うんだ。あれ？罠があったのかな？罠があったのかな？困るな。外すんかい。ちょ、やばいぞ。急にやばくなってきた。追い詰められてんじゃねえか。楽勝だと思ったのに。吹き飛ばそう。おお、全部当たるんだ。吹き飛ばした場合。あ、バカバカバカ、ここにあるって分かってたのに。なんだ、やばい。あ、危ねえ。あとりあえず一発。結構危ないことになってた。危なかったな。投資は外してるな。じゃあ、戦ってもいいのでは。バトルカウントあるし。はは。全然当たらんでやんの。滑稽でしかない。残念だったな。3回も攻撃して、一発も当たらんとは。適当に振ってるだけじゃないの、じゃあ。うん。どっか行った。スルーしていこう。できるだけ。ここでどうたぬきか。いや、増減に比べれば、いっぱい入るなぁ。魅力的。まあ、いらねえか。さすがに。なんか、マゼゴンが来たときに、さ、いっぱい、別のやつ作るか。お遊びで。遊びで別のやつ作るのありかも。ドータヌキベースの。会員とかいっぱいつけて。面白いかも。ドラゴンズ。会員3つつけて。ボーボーボーみたいな。
よろしいかもしれん。カッパッパーの辺のカッパ。いや、ちょっとその壺はさ、俺のだからさ。あ、何してんの？かまいたちを撃つ。かまいたちを撃つ。たまらんガッパ。なんだたまらんガッパって。何が違うんだ？今までのやつらと。いや、これは杖振ってみた方がいいな。豚足とかにして。あ！やられた！忘れてた。もう常にって言ってたのに。これちょっとやばいぞ。この状況。やられたわ。ついに。豚足。投資外さなきゃ。なんとしても。どうしよう。こいつから殺すか。うわ、やばいやつ来た。投資外したのは、好判断。いや、この状態。やばいね。さ。早く解除されてくれ。頼む。いや、これ真昼やん、このままじゃ。どうすんだ。高飛びよ。あの、よし。なんとかなったな。すぐ通し。すぐそこにいんのかよ。すぐ来てるわ。一旦投げてもいいんだぞ、こっちは。火柱降るもんね。またそこに罠があんのか。焼けたまえ。もう一度焼けたまえ。この炎の中をまっすぐ突っ込んできたまえ。効果の中を。え、ちょ、やめなさい。ちょ、やめなさいよ。そういうことするのは、地雷踏んでる場合か。いや、もう、きついな。飯食うか、なんか。どうしましょう。とりあえずおとぎ酢を食うか。食ってもいいな。100しか回復しないし、だいたい。とりあえずこいつに来てもらおう。投資解除するの忘れてました。仕方ない。大丈夫大丈夫。あとはこいつを殴るだけ。ドガガーン !3000! やっちゃったやっちゃった、バカバカ、やっとみ、ちゃんと見とけ。なんか飛ばされてそのまま彼方に消えそうだから。そんな能力ある？そんなやべえ能力のやつおる？そんなやべえ能力のやつなわけないと思うけど、それでもちょっと怖いな。ちゃんと、音速振ってこう。さ。さ、師範。師範の能力は何なんじゃろうか。投資して、ちゃんとマップを見て、敵が来てるかどうか確認しながら。保存はいらんかな、もう、さすがに。これ以上は持てんかな、保存は。いやー、そろそろね、いろんなものがなくなってきてんのよ。
お、お前は別にそんな強くないと思ってるから倒そう。回復するもんね、むしろ。ほら、あ、もうなりきりマスクじゃん。そういう場合もあると。あのアイテムだけ見て。こっち的いないな。なんか、罠が増えてる感じもないんだよな。だから楽勝ではないでしょうか。このままいけちゃうのではないでしょうか。いきます。いえ、いきます。識別です。やっとこれ、あれ、やっと、あれ、そっか、もううち水亀だって気づいたんだっけ。じゃあ、いらないね。識別。いるものある？なんか。とりあえず入れとく。ギターン砲、95ギターン。いや、いけるでしょう。さあ。77までやってまいりました。さあ、ここまで来たからにはもう、投資は解除。起きないようですね。まあ、素で戦ってもいけるんじゃないでしょうか。どう思いますか？ちょっと力がなくなるのも、ちょっと嫌なんで。あんまりポカポカ殴られまくんの嫌なんで。力切りますけど、それでもいけるのではない？全然当たんねえわ、こいつ。ダメだ。ダメだ、こいつ。力もなかなか硬い腕輪だな、これ。まあ、全然乱数なんだろうけど。気のせいなんだろうけど。硬い腕輪ということで。お前。よかった、先に会って。ここで会ったが100年目。しんどけ。味覚調ですか。これは美味しい。145ギター。何にもならねえ。ほら。ほら。よし。消化試合だと思いたい。あとは、なんか、相撲取りがいるか？これ。めっちゃ重いぞ。800か。一応、やっぱりボスがいる可能性あるから。リターン砲は作っとこう。2個の石いらんな。ゾワゾワもいらんけどな、正直。あとはもう下っていくだけにしたい。一応、壺だけ見て。軽い壺！これは識別のしどころですね。何でしょうか。どこに入れたっけ。さっき入れたばっかだろ。読む。軽い壺。なんだ。草効果。ここに来てやっと来た。いや、いらんわ、草効果とか。いらんやろ。いらん。なんかおるよ。旺盛。合成か。いらんな。象牙につけるか。この後なんか大烈風みたいなのが来そうな、来ないとも限らんし。お払いも使えるわけだし、それ使ったら。いやー、どうかな。やめとこ。いや、やんなくていい。どんどん行きましょう。なんか来てるぞ。必要ないものをつけても仕方ない。もう、成仏の釜は、やばい、その、やつが出てきたら、その階層でつけよう。よし、行きましょう。この階層に来てもなお、まだ、アイテムをちゃんと取ってから行こうとしてる。これは良くないかもしれない。そんなもんは、ムシムシっていう方向の方がいいかも。なかなかコントローラーが硬いというか、ドスンドスンまだやってんだろうな。そのせいで、先になかなか進めんのだが、
カクカクしてるんですよ、ね、ずっと。あ？何してんの？あ？何してんの、あの人。怖いな。何の人だ？何の職業の方ですか？見たことないんです。過分にして知らないんですが、その、あ、近くにあっただけかな。道端にあったから壊しただけかもしれない。何ですか？ミノタウルスさん？いたんですか、あなた。このシリーズに。あ、そう。いたの？ここから攻撃だ。ミノタウルスさんいたんですね。はい、ちょ、痛恨で死んだりしないですよね。いや、復活がありますから大丈夫でしょう。当たんねえわ、そんな大ぶりな攻撃。まあ、にょにょにょ。まあまあ、そんなでもねえわ。そんな、もうなんか200章か食らうかと思ったけど、そこまではなかった。ミノタウロスさんが、今更、シングラで出てきた。あ、今解除すればよかった。あら、死なないのね。あ、倒れるでしょ。倒れねえ。3000ポイント。なかなかしぶとい感じみたいですな。カッパやん。なんかさ、カッパはさ、多分そういうことはしてくんないんだろうけど、一応、やってみていい？どれだっけ？なんかレベルアップするやつなかったっけ？取っといたと思ったんだけど、取ってなかったかも。幸せの草受け杖。なかったかも。なかったわ。どっかで捨てたんだっけ？もう冒険が長いからわからん。もう。音切りの草受け杖はどうなるのかなと思って。ここか。僕。なんか壺の中に入れちゃうのかな、これ。あ、やっぱ入れちゃうのね。たまらんガッパがよくわからん。あんまよくわからんやつに自由にのさばらせるのはよくないかもしれないけど。金の盾。めっちゃ金ある。10ギタン。815ギタン。225ギタン。いらんかった。またいますね。ん？道がどうなってるの？避けていこう。避けていけるなら。避けていって、ミノタウロスがめちゃめちゃ増えてきたな。何ですか？急に。こういうところに住み着いてるんですか？わ、そういえば円筒でした。円筒の土偶忘れてました。危ねえよ、そういうの忘れてたら。今食らった？お前。死なないよ、そんなんで死なないよ、俺は。後ろから来てるけど、来ないでくれ。どこだ階段。もうマジかよ。こっちかな。こんな真ん中に階段はないという。あった。なんでだよ。わざわざダメージを与えなくても。まあ割れてないからいいでしょう。この腕は割れねえぞ。さては。力も割れないし全然。炎上か。使わんな、炎上。多分使わんな。いいや。持たないという勇気もある。来た！来た、ついに！